をさ堪能しながら40キロ制限です。本当に野生動物にぶつかった時のリスク考えていいんだよね。引いちゃうのもかわいそうだけど自分も危ねえからね。まあね、言ったけど後ろから来てるよ。そうそう、うん、来てるけど虫ね。煽ってるわけでもないけど、すげえ後ろだった。なんかすげえ反射してきたこの車が。打ち上げやろうって言ったけど、そいつの隣で飲みたくない。打ち上げやったの？やる予定らしいけど、全く知らない人だったらいいよ、うちの班とか。そいつの動画飲みたくない、マジで。あ、その人は一緒に何、東京から来たメンバーの人に。うん。あ、向こうにいる人かと。かな。あ、違う。けど、やらかしたのはうちの班、そいつだよ。そいつというか、そいつのグループで。じゃあおめえ、そのこと言える立場じゃねえだろ。あいつ危険なんだよ。だからそれ知ってるやつが行ったら、まあ、年配の知ったんだけどね、多分内心この野郎と思ってると思うよ。こいつおめえだよって言う。いやいや、お前お前のせいでこっちも目をこむってるやみたいな。言わないけど、そいつ一回痛みに遭わなきゃダメだと思う。痛みにそのチームがそれ自分のせいだって思ってねえんだな、それ。そういうってことはだからさ、連帯責任だと思ってるから、そういうので、だうちの班がやらかしたから。まあもちろん連帯責任はあるよ、グループでやってるからね。でもさ、それの引き金を出したのは誰かになったらさ、自分だったらやっぱ次にならないよ、暴発しないようにいかん。ちゃんと注意もするし、それによってわざわざ来てくれた人に対してめちゃめちゃ私はやっぱ感謝の言葉言うけどね、毎回。あ、すいません、本当に迷惑かけてすいません、わざわざ来てもらって本当すいませんっつって。申し訳なさすぎて自分だったらきっとコーヒー1本ずつおごってるわ。よくないよ。いや、よくないよそれ。そういうこと、そういうことだったらより一層よくねえわ、そいつ。そうだ、おめえ、おめえのせいで、おめえのせいで、おめえが発端でよくそんなこと言えたなってなる。分かんないけどね、あっちも大人だったから、まあ金もらってるしいいかなって思って。そう、金もらってるから言われてもしょうがないかなって思える人はいいんだけど。まああと、まあ、こいつそういうやつだからいいやっていう諦めじゃない、広い季節みたいな、うん、もうなんかね、他人に対して期待するだけ無駄だから、期待しないのが一番いいんですよ。私今いろいろな意味でね、悟ったから。あの会社に、今自分の会社にでももう別に期待もしないし、なんか自分でさっさとやった方が早いってなって、またダメなワンオペみたいになってくる。猿出てくるぞ。今日みんな丁寧だな、バイクの人たち。それが一番すよ、事故多いもん本当に。何回か事故現場見てっからな、ここバイクの。酔い止め飲めばよかったな。酔ってきた。意外と酔ってきた。そう、俺これ片手運転だよ。だからな。なんでやねん、俺片手運転の方が落ち着くもん。思いの方が酔ってきた。いや、もうさっき頭痛薬飲んじゃったからな。頭痛薬じゃなくて酔い止め飲めばよかったな。結構酔い止めってさ、頭痛薬の代わりにもなったりするんだよね、なんか、うん、結局あれなんか麻痺させるじゃん、成分よく知らんけど。あー、なんか口からカレー出ちゃうよ。どうすんだよおめえ、カレーパンマンになっちゃうじゃん。コーヒー飲んだのが嫌だったな。同じノートかな。プリスっぽい。うわ、すごいね、この山の景色。目のストレッチやるとやっぱ視力多少回復するっぽいね。っていうか、まあ、あれ動れるからね。あの眼球だけ動かすやつ、ストレッチね。ちょっとそれ私やろうと思って。ここの登山道なんだっけ。ふるさと村と奥多摩行くやつか、デミトーさんか。どうしてあげる。うん、ごっすゆっくりだから。うん、アクセルワークでいいや。うん、いいんだよ、こんぐらい安全で。だって制限速度だもん、この車。おー、びっくりした。それはびっくりした。おじいちゃんの顔、びっくりした。突然、せめてなんかハザードが欲しかった。なおヒューって入っていってるね、今。超ビッグ。うん。事故多いもん。別に、
行かせてくれなくても大丈夫だったのに。こっちも出さんし。出ちゃうの？スーッと入ってたからびっくりしたね。でもね、なんかそんな気はしてた、あの車。多分どっか避けて後ろにいる後続車先に行かせるタイプかもしれないと思った。あの人さ、うん、なんかスピードの出し方がそんな感じだったから。でもね、そんないきなりこことか思ってね。今日みんな安全だな、ね、さっきのワゴンちょっとアホだったけど、アホみたいなスピード出してたけど、ワゴン今日すごい、バイク乗りの人たちもすごい丁寧、珍しい、どうしたのってぐらい安心する、こっちも。あ、じゃあ私たち怖いんだもん、スリップしそうで、カーブの時。この辺にいたのにね、おちゃるちゃん。ここじゃない？うん、気をつけろ、まず飛び出してくる。飛び出してきて反応できるかって言われたら難しいよね。カーブとかだと下手にブレーキかけたらこっちがスピンして事故るもん。出てこないでくれることに。何もこの車今キーキーうるせえから逆に出てこないんだよ。それがびっくりしてる。ボンツクくん、ボンツクくん、僕も寝るですか、ワンから邪魔しないでくださいですか、ワンかんよ、ダビくんで。めっちゃ汗かいた。金時山みたいな危険さはなかったから意外と大丈夫だったのかな。金時山の時は本当に、あ、これは初めてリタイアって気持ちになった。あれはこれ以上行くのは危険だと判断。あ、まあなんか半分以上行ってて分岐まで来てんだったらちょっと休んで呼吸整えて行ってもいいかなって思ったけど、まだまだ中盤じゃん。あ、もうふるさと村か。うん、ダメなんだもんな、つまんないことに。学べるとしてたら OK ぐらいにしてくれたらよかったよな。苦かった、これも。ちょっと待って、これ右手の片腕がとってもいい感じですよ。この辺とか行ったのにね、こっちゃるちゃん。ちょっと遅れ、最後に見たらあれだよ、この崖に降りてくケツだけしか、ケツだけだよ、最近見たの。後にも先にも。雪の季節の方がいるのかね、やっぱり。あの時、一番いっぱいあったよね。クマちゃんが引かれてるの見たことあるよ。クマ？車に、ダンプカーみたいなやつ。あ、ダンプ？クレーン車か。すげえ太った、バーッて。クレーン車とかさ、トラックだったらクマとぶつかっても多少さ生きていけるけど、普通乗用車だったら多分大破する、こっちが。だって鹿の衝撃であんだけ大破する、廃車になっちゃうぐらいの衝撃だもん、普通に走ってて。そんなあったの？うん、なんかツイッターとかで検索すると結構そういう事故にあったかわいそうな人見るよ。今日あの、まあ、わー綺麗、真裏になってます、気になる。真裏？引き返したで、クレーン。ちょっと後で動画でちょっとだけチラッと見てみる。どういう状況なのかよく見えてなかったし、怖くて目速攻でそらしちゃった。でもなんかどうしてそうなるのかって想像しとかないと、なんか自分たちのさ、なんか自己暴発にもなんかね、なるかなって。怖かったよあれ。ここにいないか、今日は。この辺にいるんだよね、大体。山の方に入っちゃった、うん、ここあったか、いたよね、この辺も。すごい木の上にいっぱいいたよね、前ね。下の方にね、そう、下の方で小猿が遊んでて、でも木の上の方にもいっぱいいた時あったよね。でもやっぱあの時寒かった時期だったよな。冬じゃないと嫌よ、この辺すんげえ車止まってんな。登山道とかもいそうでいなかったんだよね。なかったね。
一瞬なんかすごい木の揺れ方したからおっと思ったらカラスだったんだよね。こういうとことか